高山地帯にあるコーヒー農園ニカラグアにおけるコーヒー生産はニカラグアの歴史、経済において重要な役割を有している。コーヒーはニカラグアの主要作物の一つである。グラナダ、ニカラグア湖、チョンタレス、ヌエバセゴビア周辺同様、コーヒー栽培に最も適した地域はマナグア、リリアンバ、サンマルコス、ヒノテペである。歴史的にマタガルパ、 ヒノテペ産のコーヒーが最高品質とされる。マナグア県が生産量第一であるが、マタガルパ県産のコーヒー豆の品質が最良である。コーヒー栽培に最も適しているのは標高800メートル地帯である。ニカラグアにおける大規模なコーヒー栽培が開始されたのは1850年代であり、1870年代までには主要輸出作物に成長し、 一世紀にわたって、その地位を保持した。コーヒーは、需要の高い作物であるが、コーヒーの木の土壌を作るのには、数年を要し、多くの資本、労働力を投下し、他の作物よりも多くの土地を確保する必要がある。コーヒーはまた山岳地形に形成された、豊穣な火山性土壌でしか育たないため輸送手段の、問題から市場で出回るのが、難しい作物である。 コーヒー生産量は1891年には1100万ポンド以上に達した。作付け面積は7万6000エーカーであり、1エーカーあたりの生産口は1102ポンドであった。コーヒー輸送の重要な手段は、グラナダからコリントまで国道で運び、太平洋、ニカラグア湖、そしてサンファン川を蒸気船で大西洋まで渡るというものであった。ニカラグア政府は、 コーヒープランテーションの建設を奨励し、5000本以上を栽培するプランテーションに、木1本につき5000との補助金を出すことを宣言した。ニカラグア産コーヒーの大部分はヨーロッパに輸出された。というのも、米国向けの貨物輸送は、欧州向けより割高であり、欧州市場の方が高値がついたからである。米国領事は、 ニカラグアの1900年のコーヒー生産口は15万袋であったのに対し、前年の生産口は7万5千袋であり、コーヒーの輸出関税収入は約30万ドルであると述べた。1900年のエルカスティーヨ、ブルーフィールズ、サンファンデルナルテの港からなされた輸出量は146万4 3 5 1キログラムであった。1992年には、 ニカラグア最大の農作物となった。コーヒー栽培専用の土地の実際の面積は年によって変動するが、1980年代にはおおよそ2100平方キロメートルであった。1980年代後半に生産口はやや落ちたが、それでも1989年の収穫口は4万2000トンであった。ニカラグアの脆弱な交通システムと、 火山地帯の急勾配で栽培されていることによる経済的懸念がコーヒー増産を妨げる要因となっている。こうしたコーヒー栽培への制限から開発が主体している地域のコーヒー農家の他の作物への転作が進んでいる。ありがとうございます。